インプリンタとは、クレジットカードやキャッシュカード等の表面に浮き出たエンボス文字を処理伝票に転記する際に使用する器具である。口座番号や会員番号、氏名、有効期限などを転写するために使用される。ジャノメクレディア製インプリンター AM220 で、クレジットカードの表面をインプリントした様子インプリントされた、売上伝票カード及び伝票を差し込むポケットと、 インクローラーで構成され、電票などを差し込んでから、インクローラーをスライドして転写する。クレジットカード決済で使用される電票は3枚程度のノンカーボン紙で、2枚目及び3枚目の電票は、ローラーとエンボス間の圧力で印字される。3枚は、クレジットカード処理端末を使用する場合と同じく、それぞれクレジットカード会社へ郵送し、カード会員へ手渡し、加盟店で保管する。 現在は主に CAT を用いるため日本国内の使用場面は稀である。CAT を導入していない加盟店や発展途上国は日常的に使用する。営業職がインプリンタを携帯し、CAT のない場所でクレジットカード決済を行う例も散見される。CAT を採用している店舗でも停電や端末の故障に備えてインプリンタを備えている場合がある。 手動決済のため、決済に信用紹介が不要なフロアリミットを超えた額の決済は、アクアイアラの信用紹介センターへ電話をかけて、オーソリゼーションを取得し、伝えられた承認番号を手書きのボールペンで記入する。カードと伝票をインプリンタにセットする。インプリンタの蓋を閉める。インプリンタのインクローラーを軽く押し付けながら、左から右へ往復する。蓋を開き、 伝票とカードを取り出す。一部のクレジットカードや多くのデビットカードとプリペイドカードに CAT 利用を前提としてエンボス加工がないエンボスレスカードがある。これらのカードはエレクトロニックユースオンリーと記載されていることがある。日本国内は国際ブランドのデビットカードとプリペイドカードやビュースイカカードなど交通系 IC 乗車券の機能があるクレジットカードが 代表的である。前者はゼロフロアリミットであるため利用のたびに信用紹介が必要になること、後者は交通系 IC カードの構造上エンボスが支障になることが理由でエンボス加工が施されていない。国内外問わずインプリンタによるカード決済がほとんど行われていない事情から三井住友カードは2020年の県面リニューアルに際して カード番号のエンボス加工を廃止し、他社もこれに追随する動きも見られる。エンボス加工がないカードは、インプリンタによるカード情報の転写ができず、また手書きによるカード情報の記載が認められてないため、インプリンタのみでクレジット決済する加盟店はエンボスレスカードの利用ができない。ありがとうございます。